皆さんこんにちは、こんばんは。今回なんですけど、新キャラオーバーホールのコンボ紹介していきたいと思います。まあこのキャラね、コンボないように見えるんですが、地味にあります。はい、地味にね。まずですね、僕がねめっちゃ強いなって思う最強格のコンボはガンマアルファですね。ガンマからのアルファ、まあこれだけで225ダメージ食らうんですよね。でこのガンマなんですけど、1回使うとクールタイムが結構長いんですよね。あのコメント欄とかでガンマガンマコンボ強いですよって言われたりしたんですけど、ガンマガンマコンボはね、あのクールタイム長いです。はい、ガンマガンマ、まあ、これでね240ダメージ確定なんですが、一番軽く出るコンボは多分これなのかな。うん、まあガンマベータとかも、ガンマベータが結構難しくて、っていうのがガンマ使ってベータ、これね間に合わない時があるんだよね。まあ今ちょうどタイミングよく間に合ったんですけど、なかなかね間に合わせるのが難しい時もあるんですよ。だからこれはね使い方がね結構工夫が必要かなって感じです。であとはベータ2発ね、これシンプルに200ダメージ出ます。うん、まあベータでも強いんですけど、このベータね使い勝手が結構悪くて、まあっていうのもね、上ポジから下ポジでめっちゃ打ちやすいように見えるんですけど、こういう風にちょっと遮蔽物があってね、敵のこと見えたじゃないですか。見えててもこういう壁に当たっちゃうんですよね。だから上から下もあの角度によっては真下とかは打ちづらい。まあこのぐらいの角度がついてれば当てやすいですよ。はい、これぐらい当てやすい。まあでもなかなかねこんなね、あの敵がこう車線通ってるところに出てくることのあんまりないんで、むずいんですよね。まあ、特に室内なんかはこのベータめっちゃ強いなって思います。はい、だから今ね紹介したのはベータ2発当てるもの、はい、2発当てるもの、そしてガンマアルファの、あとはガンマガンマですね。この後ガンマもう一発って240ダメージ当てるコンボです。いやこれがね結構強力なんですよ。まあデフォルトで僕が使ってるのはですね、基本的にはガンマアルファコンボがめっちゃ試合中実用性あるかなって感じです。はい、アルファで敵がね、例えばガンマに2枚引っかかったとしますよね。そういう時はガンマ2回使ってもいいです。その方がね、2体に対して大幅にダメージ与えることができるんで、あのもし敵が2体引っかかったらガンマガンマコンボでいきましょう。このぐらいも当たるんじゃないかな。ほら、かなりね範囲が広いんですよね、こんな感じに。はい、なのでねガンマ上げの選択肢もありです。というわけで今回はコンボ重視でガンマ上げしていきましょう。さあやっていきましょうか。コンボガンマアルファガンガン決めていこうか。あ、いるね、ちょうど目の前に。アルファ打って、アルファ打って、アルファ打って、これガンマからのアルファ、 OK 削っていく。お茶子もいるね。ちょっとこれはあんまよろしくないか。アルファアルファ OK、 危ない、やべえ、受けされた。アルファアルファ OK、 くしゃってて、ガンマ使って OK、 バックを倒していく。お茶子だ、お茶子まだいるよね。アルファ打って、お茶子も倒しきっていく。ナイス、これ角入れていこう。ナイスナイス。さあガンマ上げていこうか、ガンガンね。アルファで角入れる。角入れはねベータの方が早いんだけどね、ついつい忘れちゃいますよね。でアルファもなレベル上げると当てやすいんだよな。ちょっとほんと迷うよね、どっち上げるか。まあ、今回はコンボ動画なんでガンマ上げていくんですけど、物資を拾ってます。4部隊早っ、ちょっと早すぎない？おい、どうなってるこの速さ。おい、とんでもねえ速さだぞ、この広さで4部隊いるわ目の前に。ガンマ入れて、ガンマ入れて、これは当たる。アルファ OK、 コンボしていく。怖いね、アルファ打って、覗きアルファ打って、オッケー、アルファ倒していく。右をいるね、向こうかな、オッケー。これはあれ、オールマイト来た。これガンマ、オールマイト、ガンマも走ってくるのか。これガンマ、オールマイト拘束して、オッケー、倒していく。ベータベータベータ、アルファアルファ、オールマイト逃げる、オッケー、逃げたね、もう逃げ切っちゃったね、しょうがないね。残り3ベータ早すぎだろこれ。あ、いる、右をいる。いや、オールマイトもいるな、そこに。これガンマガンマ、もう一回、あ、2発続ける、だいぶ削ったぞこれ。1人割って、オールマイトが瀕死なのかな、多分。ガンマガンマコンボもダメージはでかいですからね、なめないでほしい。上行こう、右をいるね。ガンマ、あれ外しちゃった、これ解除するでしょ、そこら辺で。あ、しないか、そのまま逃げていくか。 OK、 倒しきっていく。さあベータで角入れよう、いて、これは角入れ完了するね。分解、
分解するの忘れてた。そういえば分解とかできるんだ。あ、ちなみに分解なんですけど、これ今1スタックじゃないですか。この状態で発動できるんですよ、なんとね。でかくね、これ分解のスタック発動できるの。これは熱いよね。これ2部隊だからな。あ、いたな、いた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 。しがらきいるね。あのしがらきやりたいな。やれるかな、やれるかな。おい、寂しいなこのフィールド。なんかあ、いるね。これガンマガンマでいいかな。ガンマガンマでシールド割っていく。 OK、 覗きアルファでオーバーホール削ってしっかり。いいよ、あいつ回復したな。ちょっと邪魔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 、おい邪魔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 。奥側逃げてったかな。え、どこ行った、マジで。あ、いる。あべ、食らった財布。味方削られてんな、だいぶ。大丈夫か、全体回復来てるのか。ガンマアルファ決めていく。で、ベータベータベータ、オッケー。そんなベータは当たんなかったな。で、おじきが逃げる側にアルファ打って、これ雷くるね。ガンマガンマでいいや、これはもう。はしょっていいね、これ強いわマジで。これマジで強いわ。シールド入れて、オーバーホール右側行ったかな。オーバーホール同士の戦いで沼りやすいっすよね。で、アルファ2発当てて、やばい、これガンマ食らわせて、アルファ打つ、アルファ外れていく。まあしょうがないね。もう一回ガンマ、これは外れるかな、しょうがないね。1個シールド入れて、オーバーホールはね、上ポジ取れないからね。アルファ2発当てて、いや、これ中いるな、中入ってんだよな多分。こん中います。これ待ちでもいいかもな、一旦。ガンマアルファ OK、 決めていく。200ダメ、しっかり200ダメ入れていくよ。これガンマアルファ削って、で、ここいいね、ここベータ入れまくろう。どこ行った、あ、いるよね、まだ。あ、オーバーホールも来てんな。雷どこ行った、これガンマ OK、 雷かき入れる。で、ベータベータ、ここ入ってきそうだな。入っては来ないか、これ回復しっかり入れて、回復しちゃいたいね。あぶね、これ出てくるでしょ、出てくる。オーバーホール出してガンマ入れて、で、ベータで防ぐ。これガンマ、うわ、当たった。アルファ決めて、オッケー。このガンマアルファマジで強いんだよ。アルファベータ痛い痛い。で、これ味方削れてるでしょ、こういう時に修復を入れるので、これガンマ入れるでしょ、もう一回ガンマで、味方がしっかり合わせてくれる。ナイス、いいね。これでオーバーホールパーティーは終わったかな。意外とね、火力出んのよ、ガンマうまく使えば。まあ、アルファもめっちゃ強いんだけど、ガンマ上げた方が戦いやすいかなって感じはする、正直。多分いろんなこと考えたらアルファ上げた方がいいのかもしれない。あ、いるな。あ、バレてんな、オールマイト2。怖いね、やだねこれ。これエンデバーがやばい。でも俺もダメ取りしてる、しっかり。やばい、味方死ぬ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 。これ助けたい、味方を。あ、俺全体回復入れや、これ全体回復入れて1枚ダウンしてんね、ナイス。エンデバーが胸広げてる向こうで、あのエンデバー倒せそうだよね、あれ倒しきっちゃいたいね。ここガンマチャンスじゃね、無理か。 OK、 あとベンデバだけで、ナイス。最後なんもしねえぞ。はい、というわけでね、今回しっかり勝ち切ること成功しました。いや、なんとも言えない試合だったな。まあでも伝わったかな、ガンマアルファの強さ。ガンマガンマとガンマアルファうまく使っていく。はい、というわけで見事勝ち切ることに成功。はい、というわけでね、ガンマアルファコンボ行きましょうか。近くにデクが降りてたはずだけど、どっち側いた、いたいたか。トゥワイスとデクかな、多分。デクにアルファ一発当てて、下にいるな、デク多分。ガンマこれは当たったか、当たったね、オッケー。あー、間違って修復しちゃった、味方。まあ、いっか。これアルファ打ちまくって、デク逃がしたくないよ、これ追いかけていこう。やばい、これガンマからのアルファでダメージ当てていく。いいよ、
これデク倒しきる、オッケー。そしたらこれ串出しにしましょう。でなんかガンマがね敵に攻撃されてる間発動できるらしいんだよね。マジで強くない？やばない？ガンマ攻撃されてる間発動できんだよ。ぶっ壊れでしょ本当に。でレベル9にすると範囲もバグレベルで広くなるしね。もうやばいですよこの子さん本当に。でもなんかそんなことよりも今シーズンはエンディバーがやべえらしいぞ。まだちゃんとは検証してないけどさ、エンディバーがマジやべえらしいぞ破壊してるらしい。エンディバーがガンマで全てを避けんの不可能らしい。エンディバーの攻撃、あ向こうやってるね。これ当たればいいけど、おい3人に当たった。でかいでかいでかい、これ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 ね、もう全員に当てることできる。これが強いんだよめっちゃね。これ2枚もらってこう、ガンマ構成。これ地先当たるかな、当たんないかな。アルファアルファ、あー、まあ下に当たったけど、ほっローリングで受けてしっかり。オッケーいいよ。これあんまりポジが良くないから追っかけてくるかな敵は。回復しよっか、シールド入れて。さっきのイーダ何も物資持ってなかったからな、やだな。物資持っとけよしっかり。これガンマ当たらないか、当たったな、当たったけどだな。これはそんな無理しなくていいね。外側出てこないか、あ出てきてるけど、これは当たったけどもう一発は当たんないかな、しょうがない、ね、後ろにね。いや真上か、真上かな。これガンマ当てる、オッケーナイス。もう一回ガンマ、オッケーナイス。ローリングで避けて、オッケーしっかり角入れていこう。角入れ大事、角入れ大事。ちょ味方は心臓、ナイス角、ナイス角でかい。これ自己回復も入れちゃってからのアルファ、味方敵瀕死だねこれで。オッケー削ってるからね一応。でもローリングで避けて、これガンマからのガンマでアルファで削る、オッケーしっかり削ってよ。でオーバーホールもこれ削れるからしっかり角入れてく、回復しちゃいたいね一回ね。やばい来てる、オーバーオールファー、ガンマからのアルファ、いやもう一回ガンマ使っちゃったマジで。まあ、これアルファで対処可能かな、多分アルファアルファ、あやばい、プロスケール使ってきた。いやこいつも多分瀕死なんだよな、吹っ飛ばされる。まあ、でもこれは多分逃げ切れないでしょ。ガンマガンマでいいんじゃない、もう一回ガンマ使って。オッケー、やっぱ味方心臓大丈夫か、これ、いや死んだマジか、とんでもねえ削られ方したな。やべえガンマもう一回使えるか、いやー削れないか、無理だなこれは。一旦引きかな、これは一旦引き一旦引き、いやダビも死んだか、これはまずいですね、非常に非常にまずいので一旦全体取りに行こっか。あ抜けた、抜けちゃうのはもうしょうがない、私としてもどうしようもないですね。ヒールできなかったごめんな。じゃあアルファゲーでなんとか応戦していこうかな、これ勝てっかな。最終アンチまでもつれ込みはしそうだけど、ちょっとうまくガンマ使っていきたいね。まあ、自分の個性レベル上げちゃおう、パパッと。で場合によってはもうこれ全体飲んじゃうのもありかもしれない。ガンマガンマ、オッケーガンマ決めていく、しっかり。やばいこれもうだるすぎるってマジで。回復して、もう一回回復して、一応外は出れそうだね。外出て味方のダビ回収しに行こう。回収しないことには始まらないからな、回収しに行く。あできそうだね回収自体は。 OK 回収完了で、ここで起こしちゃおう。あ起こし完了、全体飲んで OK。 いや主にガンマ打つけどこれは当たんないね。これね貫通弾入るから強いんだよね。 OK アルファで返していって、ガンマアルファでダメージ与えていく。一回裏行って、デクどう行ったんだろう。これねそう貫通するんですよねダメージがね。これガンマガンマガンマには当たらなかった、ひどすぎる今のは。アルファ分解は間に合わないね、まあ、しょうがない分解間に合わないな。一回自己ヒール入れて倒しきる。オッケーこれでかい、これでかい、マジでかい、マジでかい、倒しきったの。
で1枚倒すキル、これガンマからのアルファは決まらない。でもデクがいるよ、デクに対してアルファ直撃、でかい。これはオッケー、逃がしたくないよ。これ倒しきりたいね。味方削れてるけどカバーしに行った方がいいな。俺はさすがにやばいな、そのポジはさすがに。どうしよう、これガンマアルファ、ちょシールドとか拾わなきゃいけないな。一回回復味方にあげよう、拾って。で一応あれだね、ソセカも取っといた方がいいかもな。回復して、仲間の方に合流しちゃいたいな。一回物資少し上げたい。これ覗きアルファでしっかり敵の位置になって、オッケー当てていく。やばい、これ上から撃たれるな、ポジあんまよくない。やばい、これダメージ食らいすぎだな。一回引きまくるか、一回がっつり引いて。やばい、自己ヒールもないからしんどいぞ、これかなり。ここまで引ければ安全な。おバレてない、熱っ。 OK しっかり削って倒しきる。 OK これがプルスケイオス使って、ちょっと回復しようか。よしっかり、オールフォアもかなり削った。これ自己ヒール入れちゃおう一回。ダビーない、ここダビーいるよね。だるいだるいだるい、ガンマガンマ、じゃあガンマ2個使わなきゃよかったの今の。おいずっと追っかけてくる、やばすぎるこのダビー。一旦回復しちゃおう。何そのケリー。はい入れてくダメージ、これ回復してワンチャン起こせるか俺。やばい無理だこれ、自己ヒール入れて OK 削っていく。いいよ、やばい痛い、やばすぎるこれは。一旦上行こう、上だったらヒールはいけらず。いや怖い、ここでヒールすんのマジでめっちゃ怖いけど。いやマジか、ヤーモンも来んなよこっち。だるすぎるこの山も。やべえ吹っ飛ばされた。ここ安全なのでは。バレてませんようにデクに。バレてないんですね、デクも削ってく。僕ちょっと一回シール入れたいですねこれね。入れてこれ上ポジにデクいるから、あのデック倒しきっちゃいたいけどな、なんとか。うわやばい危なっ、まずい、なんか爆撃ぞ、なんだこれ、なんだこの爆撃。どういったいたいた、ここ当たりそうじゃね、当たんねえか。転んではないか別に。 OK ベータでしっかりダメージ、ベータアルファでダメージ OK、 これガンマアルファ OK、 もう一回ガンマアルファいけそうな、ガンマ OK 倒しきる。回復して、やばいその蹴りは。ガンマアルファ、もう一回ガンマオッケー倒しきっていく、でかい。やばい、マジここで死ぬの、マジ。まあでも頑張りましたねこれはソロで。はい、ガンマアルファコンボでした。最終リザルトどんな感じだろうね、見ていこうか。8717ダメ。いやこれ最後まで生きてればワンチャンあったな。
って感じの試合でした。はい、ガンマアルファコンボ検証してきましたね。まあガンマが多かったかな。うん、まあでもオーバーホールのガンマがめちゃくちゃ強いよっていう感じでした。今回もご視聴ありがとうございます。バイバイ。